インターフルークのいるマイナス 62M インターフルークはドイツ民主共和国の国営航空会社。1958年9月創立。当初はチャーター便専門の航空会社であったが、1963年に東ドイツのルフトハンザドイツ航空が解散したのに、伴って国営航空会社に昇格した。1991年。 東西ドイツ統一に伴い営業を終了した。シェーネフェルト空港の遺留ーーンイルマイナス14当初、東ドイツは1955年に再建した国営航空部門をドイチェルフトハンザと名乗っており、西ドイツのルフトハンザドイツ航空と同じツルのロゴマークを描いたイルマイナス14を用いて国内線及び東欧諸国への国際線を運航していた。しかし、同名の航空会社が すでに存在していた西ドイツに反対された。これを受ける形で1963年に国営航空会社部門をインターフルークに移管し、東ドイツのロフトハンザ航空は解散し、インターフルークが東ドイツのフラッグキャリアとなった。インターフルークは当時、東ベルリンにあったシェンネフェルト空港を拠点に、イリューシーイルマイナス62アツポレフツマイナス134といった。 ソ連製の航空機を使って営業していた。1989年の夏に初めて西側の機材であるエアバス A310 型を3機導入したが、その年の秋にはベルリンの壁が崩壊して社会主義統一等の一党独裁性が崩壊し、翌年の1990年には東西ドイツが統一されたためインターフルークはその存在意義を失った。 それでもインターフルークは DHC-8 などの小型機を用いたコミューター航空会社として会社の延命を図ったが解散を回避することはできず1991年4月3日に営業を終了し解散した。インターフルークの就航路線や乗務員などは西ドイツ側のルフトハンザドイツ航空に引き継がれソ連製の航空機はロシアのアエルフロートに エアバス機と津 -154 の一部はドイツ空軍に譲渡された。インターフルークは以下の5つの部門で民間航空事業を行っていた。中国民用航空局のように航空会社としての機能と航空行政としての機能を合わせ持っていた。1973年のインターフルーク国際線、路線網国際線は主に東欧やソ連圏を就航したが他にも キューバや中華人民共和国、アフリカの社会主義政権の国家にも就航していた。1980年代の終わりには、東南アジアにも就航した。他に、チャーター便として日本などにも飛来することがあった。また、国内線は、東ベルリン、エアフルト及びバイマル、ヘリングスドルフ、ドレスデン空港、ライプツヒハレ空港などに就航していた。 1987年版の時刻表には、ライプツヒミ本市が開催される際には、ミュンヘン、シュトゥットガルト、ハンブルク、デュッセルドルフなどの西ドイツ諸都市へのチャーター便が運行される旨の記述があった。また、コードシェアを行っていたわけではないが、自社路線と合わせて、アエルフロートの東ドイツ路線の時刻も掲載されていた。保有する航空機のほぼべてが、 ソ連製だった。1960年代には、自国で、ジェット旅客機、バーで152を製造して就航させようとしたが、失敗に終わっている。1980年代末の東西、ドイツ統一直前に、A310、DHC-8 といった西側の機材を受領し、短期間運航した。つ154は、受領から解散までの期間が短かったため、 ほとんど運行されることなく終わった。ありがとうございます。